こんばんは。今回は皆様に大切なお知らせがございます。新宿ウイスキーサロンについてです。結論からお話をさせていただきます。ウイスキーサロンはフランチャイズで全国展開を目指します。最初に全国展開を目指したその経緯をお話しさせていただきたいと思います。しかし少し長くなってしまいますので、フランチャイズの詳細を知りたいという方は概要欄のチャプター欄からジャンプをしていただければと思います。ウイスキーサロンが誕生した理由も含めてお話をしていきますので、ぜひですねこちらのお話に付き合っていただければ幸いです。弊社ロイヤルマイルは新宿ウイスキーサロンとバーリベットの2店舗を運営しております。最初はバーリベットを開業いたしました。その後5周年を迎えたタイミングで出店をしたのが新宿ウイスキーサロンです。バーリベットのオープン当時を思い返します。私はセミナーやイベントをお店で開催するのがとても大好きでした。しかしながら店舗にキャパシティがあって、一度に多くのお客様に参加いただくのが難しい状況でした。そのため1日に部数分けて同じ内容のイベントを複数回行うことによって、お客様に満足していただけるよう努力をしてきました。その分ご協力いただいてます酒類メーカーの皆様やゲストで立っていただくバーテンダーの皆様に2回3回と同じ内容の、イベントをやっていたことになるので、かなりのご負担をおかけしてしまったことを覚えております。なんとかそのご負担を軽くしたい。そして私はお酒の魅力を発信すること、そしてイベントを続けていくことをこれからも諦めずに続けていきたい。またイベントだけではなく、日々お越しいただいている常連のお客様のためにも、遠方からお越しいただくお客様のためにも、その全てのお客様のためにも、お越しいただいたらお店の席に座っていただきたい。なのでバーリベットの近くに大きなキャパシティのバーを立ち上げたいと思って開業したのがこちら新宿ウイスキーサロンでした。さらにウイスキーサロンを立ち上げた理由はもう一つあります。ウイスキーサロンにはジャパニーズウイスキーを占める比率がスコッチと比べて比較的多い内容となってます。2015年から2016年にかけて国内で複数のクラフトディスタリーが誕生していきました。今年はクラフトディスタリーブーム元年と呼べるほど歴史的な転換点でした。イベントやウイスキーフェスティバルが全国各地で開催されると、ほぼ全てのイベントに私は参加をし、もちろん上々に可能な限り足を運びました。そこで気づいたのですが、私よりも先輩の方々が上々に携わっているっていう想定を覆し、多くの現場の作り手の皆様が私と比較的同世代だったことに衝撃を覚えました。一緒に頑張っていきたい、何とか応援していきたいと決意が固まりました。我々バーテンダーは実際に製造現場にはおりません。作っていただいたお酒というバトンをお客様に実際にお渡しをするアンカーとしての役割が我々バーテンダーの仕事です。ウイスキーサロンを新宿で開業して、上位者の皆様の思いをお客様に伝えていく場所として、国内外問わず多くの皆様に日本のクラフト自体の魅力を伝える場とすることができれば、関わる方々の応援ができる、そしてクラフト自体のアンテナ的バーとして情報発信することができれば、実際に全国各地のクラフト自体にお客様が足を運んでいただけるきっかけになるのではないかと考えておりました。なぜならば新宿駅は降車数が世界ナンバーワンで、約370万人が乗り降りをされていると言われております。多くの皆様に足を運んでいただきやすい場所だからです。そしてマスターオブウイスキーとしても、今までリリースされてきたウイスキーやこれから生まれてくる次の世代のウイスキーを伝えていくことが使命の一つです。新宿ウイスキーサロンの開店にあたっては多くの課題がありましたが、なんとか2019年の4月にグランドオープンを迎えることができました。席数はバーリベットの約3倍以上です。念願だったセミナーやゲストシフト等もオープン当時から2週に1回のペースで立て続けに、頑張ってまいりました。国内外問わずに上位者やバーテンダーの皆様、関係者の皆様が新宿ウイスキーサロンに足を運んでいただける姿を見て、苦難を乗り越えて開業できてよかったなっていうことを覚えております。ですがその矢先、2019年に訪れたのが緊急事態宣言や時短営業をはじめとするコロナ禍です。お店の時短営業や休業をせざるを得ない状況に、陥ってしまいました。もちろんバーリベット含め2店舗ダブルの試練でした。このままだと2店舗ともに沈没をしてしまう。そこでスタートをしたのが、今皆様に実際にご覧いただいてますこちらの YouTube をはじめとした各種
SNS です。当初はぶっちゃけ YouTube や TikTok は苦手意識があって、私自身はあまり見てませんでした。もちろん自らがこうやってカメラを構えて撮影をしてチャンネルを持って臨んでいくなんて、あんな状況がなければ考えてもいませんでした。もう背に腹が変えられない状況が続いて、いつまでするかわからないコロナ禍の中で、なんとか活路をもう見出していきたいと各種 SNS をスタートしていきました。今では皆様のおかげでトータルフォロワー数70万人をなんとか達成することができました。いつもお付き合いをいただきまして心から感謝を申し上げます。もしあの時 YouTube 各種 SNS をスタートしていなければ、今回のこの動画も皆様にはお届けできなかったことだと思います。そして長いコロナ禍を経て、たくさんのイベントを復活させていきました。コロナ禍を経て気がついたら、その間多くのクラフト自体も誕生しておりました。その部分は今もなお高まりつつあります。おかげさまで今年の4月で新宿ウイスキーサロンは5周年を迎えることができました。国内含め世界各国からたくさんのお客様がお越しいただいております。また国内外問わず酒類業界の皆様でしたりとか、またバーテンダーの皆様が足を運んでいただいております。また Google マップではバーッとしては珍しいと思うんですけども、1700を超えるレビュー数をいただいております。本当にありがとうございます。またタイムアウト東京が決める最も先進的なバー、ザ・バー・ワールド・オブ・トゥモローとして、新宿ウイスキーサロンは初代グランプリの称号を獲得することができました。各種メディア、特に BS 富士様のウイスキーペディアにおいては、ウイスキーサロンを収録の場として選んでいただいており、ウイスキーの魅力の発信としても魅力ながら携わらせていただいております。ここまでがウイスキーサロンが辿ってきた歴史です。国内のみならず世界中で増え続ける上場、世界的なウイスキーブーム、そして正しいウイスキーの知識と発信、正しい情報を知識を持って伝えていくことはバーテンダーの役割だと考えております。上場が増えつつある中でブームは持続させ、業界の底上げも考えていきたい。ですが果たしてそれが私だけの力でできるのか、そしてなおかつバーの魅力も伝えていきたい。ひいてはバーテンダーをなりたい職業トップ10に入れることが私の夢です。フランチャイズ展開をすることによって、日本全国に同じ志を持ったバーテンダーを増やしていきたいと思っております。私には夢や問題解決をしたいことがたくさんあります。しかしながら私だけでは夢を叶えることは到底間に合いません。もちろん私だけじゃなく、ウイスキーサロンのチーム全員が頑張ってます。カウンター業務だけではなく、動画を実際に撮影して、またそれを編集し発信することや、各種ウイスキーセミナーやカクテルセミナーの準備など、さまざまな形で尽力をしてくれてます。しかしながらウイスキーサロン1店舗だけではこの夢は叶え、問題を解決することは限りなく難しいと思っております。ですので私の持てるノウハウを全力で提供していきますので、一緒に夢を叶えて問題を解決していく仲間を募集しております。そして業界全体の底上げに貢献をさせてください。パートナー募集は今年11月1日から開始をしてまいります。詳細につきましては後日は案内をお待ちいただければと思います。ここで視聴者の皆様からの想定されるお声もこちらで代弁して、質問にお答えしていくっていう形式でお話しさせていただきたいと思います。そうしましたら、フランチャイズの概要について何点か質問させていただいてもよろしいでしょうか。わかりました。まあここからはちょっとカジュアルにはい、リラックスしながらお願いします。はい、お願いします。先ほどそのフランチャイズの展開の理由っていうのをお伺いしましたけど、そのもう少しなんか具体的なイメージみたいな、はい、教えていただいてもいいですかね。ズバリですね、全国にちょっと難しくなるんですけども、ディスティネーションバーとか、ディスティネーションバーテンダーでしたりとか、またはディスティネーションドリンクスっていうのを築いていきたいんですよ。でこれ何ぞやって話じゃないですか。まず、はい、世界各国でディスティネーションホテルとかディスティネーションレストランとかっていうワードが実は流行っております。はい、それのディスティネーションバーっていうのをやっていきたいんですけども、これ何ぞやってことじゃないですか。はい、まあこういうことなんですよ。まあ例えならば沖縄に行きました。はい、海に入るために沖縄に行きました。しかしながら私の目標は違うんですと。沖縄の何々何々ウイスキーサロンに行きたいがために沖縄に行くんですよと。まあそういったことです。はい、それのレストランでしたりとかホテルバージョンっていうのが世界各国では注目されてるんですよ。まあカンボジアに行って、
アンコールワットに行く、まあもちろんそれはそうなんですけども、カンボジアのこのホテルに宿泊したいからカンボジアに行くんですという、まあ分かりやすく言ってしまうと、そういった、バーバージョンで言ったらいいんですかね、がディスティネーションバーです。これはい、商標も申請しておりますね。はい、ですのでウイスキーサロンを全国に増やしていくことによって、そのウイスキーサロンにもう国内外問わず、そこに行きたいからそこに行くんですっていう方を増やしていきたいと、それがまあディステンションバーという意味合いになっております。次はディステンションバーテンダー、はい、まあこれは、はい、まあ分かりやすいですね。そのバーテンダーに会いに行きたいという、つまりはそういったことです。はい、まあ、例えば、まあ、新宿で生活することが多いんですけども、どうしようかな、大阪の何々さんっていうバーテンダーに会いたいと、だから大阪に行くんですと、はい、たこ焼きではなく UFJ じゃなくて、なんだっけ、ユニバーサルスタジオジャパン、ユニバーサルスタジオジャパンじゃなくてそのバーテンダーさんに会いに行きたいと、そのためにわざわざ新幹線に乗って行くんですと。でこれ、まあ、新幹線って今言いましたけども、もう簡単でいいんです。そのためにシャワーを浴びてちょっとおしゃれをして近所のバーに行く、そのバーのバーテンダーさんに会いに行く、それでも全然いいんですよ。はい、まあそういった意味になってますね。で最後のディスティネーションドリンクスは、そのディスティネーションバーテンダーさんが作られたそのカクテルを飲みに行きたいと、まあそういった意味合いですね。そのカクテルのため、まあノンアルコールでももちろんいいんですけども、のために、そこに出向いていただくという、はい、そういった意味合いになってますね。はい、こちらのディスティネーションバー、ディスティネーションバーテンダー、ディステンションドリンクス、この3つを確立することによって、その結果バーテンダーがなりたい職業ランキングトップ10に入ることを目指して、バー業界全体の底上げを、はい、上げていきたいと考えております。先ほどはその新宿駅が国内外問わずいろんな方々がお越しいただくエリアだとお話をさせていただきましたが、しかしこの5年という本当短期間でこんだけのクラフトディスティナリーが増えていって、また世界的なウイスキーブームがここまで盛り上がっていった中で、到底その新宿ウイスキーサロン1店舗だけではやっぱりちょっと難しいなって思ったんですね。ですのでこの思いに共感して同志になっていただける仲間を募集しております。どんな方に応募してもらいたいっていう想定とかってありますかね。はい、ございます。はい、まあ、まずは思いが一番なんですけども、うん、まあ、具体的にはどういう人を募集してるのっていうことだと思うじゃん。うん、うん、そうですね。はい、まずはバーテンダーです。はい、まずはバーテンダー、はい、バーテンダーの方でしたいとか、また実際にクラフトディザインの方々も、はい、ちょっと視野に入れさせていただいてるんですよ。はい、また酒屋さんでしたりとか、はい、あとはモルトコレクターの方ですね、ウイスキーラバーの皆様ですね。はい、これちょっと一つずつ詳細をお話していきたいと思います。まずはバーテンダーの、皆様のその一つのパターンとしてお話をさせていただきたいと思います。まあおそらく、まあね、僕も分かります、バーオーナーなんで、99.9% の、皆様がちょっとな、仮名はなって思えることかと思います。ただ一人ではできないことってありますよね。はい、二人以上だったらできることっていっぱいあると思うんですよ。はい、まずは僕がその同志としてやっていきたいと思います。で具体的な話なんですけども、そうですね、うん、まあ、例えば、まあ、ずっと修行を重ねてようやく独立をしたいと、果たしてその独立してもうまくいくかどうかわからないっていう不安の中で皆さん独立されると思うんですけども、そこをウイスキーサロンとして始めていたことによって、僕がサポートします。はい、全力で。はい、あとはそのパターンとしては、既存のお店を持ってらっしゃるオーナーさんですよね。はい、そのお店をウイスキーサロンに変えていただくことも OK とさせていただいております。まあもちろんですね、複数店舗バーを所有されていて、そのうちの1店舗をウイスキーサロンという形にしていただくのも OK です。はいはい、まずはちょっと彼らのバーテンダーの皆様、特にはバーテンダーの皆様には熱い思いをちょっとお話しさせていただきたいんですけども、それはちょっとこのターンでは一旦ちょっと保留とさせていただいて、ちょっとこの後ガッツリと、お話をさせていただきたいと思います。はい、で続いてクラフトディスタリーの皆様ですよね。バーテンダーって職業面白いんですよ。すごいいろんな方と会えるんですよね。多分20歳以上のお客様として考えた時に、最もいろんな人と
会える職業はバーテンダーなんですよ。実は例えばお医者様は、まあ、基本何かねお悩みがある患者様がいらっしゃるじゃないですか。一方で、まあ、弁護士さんもお悩みがある方が基本だと思うんですよね、来られるケースとして。はい。ただ一方でバーは二十歳以上であれば本当にいろんなジャンルのお客様がいらっしゃるんですよ。全ジャンルですね。はい。全ジャンルいらっしゃるんですよ。お酒飲めない方でもノンアルコールでも楽しめますので。なので、まあ、何が言いたいかというと、その自社で魂を込めて作ったそのウイスキーを、まあ多くはその上場併設型で、まあビジターセンターを設けて、その環境でしか楽しめない、そのなんと言いますか、その五感で楽しんでいただくっていう新スペースでしたりとかを設けてらっしゃるとか多いと思うんですけども、一方でやっぱりいろんな方々に伝えていくためには、僕は町場にもお店を出していただきたいなって思うんですよ。はい。町場の声をやっぱり最前線で聞いていただく、いろんなお客様の声を聞いていただくっていうのが、僕は一番、うん、その響くんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でそれが参考データになるんじゃないかなとも、ちょっと僭越ながら思っているんですよ。やっぱりあの日々そのバーテンダーとして立っている中で、皆様のウイスキーをご紹介させていただく中で、いろんな声をいただくんですよね。あ、美味しいですねとか、あ、意外とスモーキーなんですねとか、あ、複雑ですねとか、あ、こんなリンゴの香りするんですねとか、いろんな声を、これをダイレクトに、まあ我々がそこはお客様と掛け合って聞いてるんですけども、ぜひご自身の耳でも聞いていただきたいんですよ。うん。で、これウイスキーフェスティバルとかのそのブースに立っていただく、これも素晴らしいんですけども、そうやってある程度のフィルターをクリアされている方々なんですよね。ではなく、リアル無差別級の皆様の声を聞いていただきたいんですよ。で、上場にいらっしゃる方もだいぶフィルターを超えてる上級者の皆様だと思うので、ぜひですね、町場に出しましょう、場を。はい。とても面白いです。はい。生の声が聞けるって、うん、まあ、たくさんのその参考データにもなりますし、聞いてはやっぱり、まあバーテンダーってそのある種その、まあこの話も後でしようかなと思ってたんですけども、まあまあいい意味で川下の存在だと思うんですよね。最終的にそのウイスキーでしたりとか種類をお客様にお渡しをする、まあ仕事だと思うんですけども、ぜひ最前線まで立ってしまうというケースもあるのではないかと思います。で、バーテンダーのスキルに関しては精一杯ちょっと僕も伝えさせていただきます。はい。まあもちろんあのバーテンダーの方を雇用していただくっていうケースも大いにありだと思います。はい。まあまずはこの辺りにしとこうかなと思います。ちょっと熱くなってしまいましたので、続いてウイスキー愛好家様ですね。はい。もう例えば100本200本300本400本500本600本たくさん保有されてらっしゃる方がいらっしゃると思います。で、飲みきれないよっていう方って結構多いと思うんですよね。はい。伝える場所にしませんか、そのウイスキーを集めてきたウイスキーを。はい。スキルを持ってやっぱり愛情あってたくさん集めてこられている方がいらっしゃると思うんですけども、体は一つ、肝臓は一つじゃないですか。もう飲みきれないですよね。はい。そしたらそれを多くの皆様に楽しんでいただけるよう、そのウイスキーを消化していきませんか。そのサポートはさせていただきたいと思います。今 FC のその詳細っていうのは、まあ絶賛詰めてる最中なんですけども、研修制度でしたりとかいろいろちょっとあの設けていきますので、ぜひご検討いただければと思います。またあの詳細に関しましては11月1日以降、お伝えをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。続いて主販店様ですね。はい。やっぱりお酒を愛する同士だと思うんですよ。詳しいですしね、また。はい。お客様の声もたくさん聞いてらっしゃると思います、日々。うん。クラフトディスタリーの皆様とちょっと重複してしまう部分はあるんですけども、やっぱりお客様の飲んでいただいた声っていうのをダイレクトで最前線で聞けるのってバーだと僕は思ってるんですよ。もちろんあの角打ちっていうシステムで貢献されてらっしゃる酒屋さんもたくさんいらっしゃると思うんですけども、それをさらにその注ぐだけではなく、いろんな形で消化しませんか。例えばグラスによる違いだったりとか、カクテルにしてみたりとか、いろんなあの提供の仕方ってあると思うんですよ。はい。もちろんあの木のままで楽しむ、もちろんなんですけども、いろんな飲み方にはがあることによって、そのお客様もストレートで飲める人ばかりじゃないんですよね。例えばハイボールだったら飲めるとか、ちょっとあのカクテルだったら飲めるという方もいらっしゃるので、そこからのもうゼロベースからの底上げにぜひ一緒に同士となっていただいて働きかけていきませんかという、まあそんなご提案です。はい。先ほどちょっとお話できなかったんですけども、企業様も
検討させていただいております。ただちょっとそれはもう少し先の話なのかなっていうふうに思うので、この場ではちょっとあまりお話できないなと考えておりますが、将来的にはあの企業様にも注目していただけるようなチームを考えております。続いて何か質問ありますか？応募に際して重視していることって何でしょうかね？やっぱり、動画を見て、皆様もお気づきかもしれないですけども、この熱量ですよね、パッションですよ、パッション、もちろんそこはもうマストですね。でもう一つマストなことがあります。お酒が大好き、お酒を愛してるっていう方、これはもうマストですね。パッション&お酒を愛する気持ち、この2つはもうマストです。ガチマストですね、はい。で特に初期段階においては僕も新しくスタートするっていうのもあるんですけども、やっぱり一人じゃこの同感していただける思いを話すことはできないけども、誰かと一緒だったらできるんじゃないっていう風に思っていただいてる強い気持ちのある方がいいですね、はい。一人じゃ何ともなんねえけども、これはちょっと静也と組んで、またこれから加盟していただける皆様と組んで業界を盛り上げていきたいと、多くの方々にお酒を伝えていきたいっていう、そういう強い思いがある方がいいです、はい。特に最初の頃はもう二人三脚でそういった方とやっていきたいですね。次の質問あるんですけど、はい、加盟店がたくさん集まってきたらこんなことしたいなっていう夢とかってあったりしますかね？めっちゃありますね、はい、めっちゃありますよ。めっちゃ、はい、やっぱり加盟店オーナーの皆様と上場見学とかはしたいですよね。あ、めちゃめちゃいいですねそれ。でもそれって普通にできるじゃないですか、樽もやっぱり選ばせていただきたいですね。あ、いいですね、はい。チームウイスキーサロンでみんなでどん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 ウイスキーをプロデュースしていきたいですね、それはまあできるじゃないですか、正直バーリベットがつい先10周年を迎えまして、それに際して出したプライベートボトルっていうのが、例えばこの辺もそうか、これもそうか、ざっくり20本程度やってるんですよ。18、9本かな、はい。バーリベットの10周年のプライベートボトルだけで20本近く実はやらせていただいてるんですよ。それを皆様と一緒にちょっと選んでいきたいですよね。そのウイスキーサロンの限定のプライベートボトルっていうのを一緒に蒸留所に訪ねて、もちろん交渉させていただいて、自社のブランドっていうのを立て続けにやっていきたいですよね。僕だけの一人の力でも本当に温かい醸造の皆様のおかげで、またメーカーの皆様のお力添えで20本近くこの2年以内1年と、数ヶ月でやらせていただくことになったんですけども、でこれからもリリースされます。脱線するとグレングランドとかグレンリベットとかコニサルチョイスとかでこれからも出るんですよ。それひっくるめるともう20本超えるんですけども、それちょっと皆さんで選んでいきたいですね。あとはやはりバーテンダーバーなので、カクテルの共同開発は一緒にやっていきたいなっていうふうに思いますね。あれですよね、シェアさんってカクテルのコンペでも日本のグレン・グラント・アルボライズのコンペで日本チャンピオンを持ってたりとか、ヘネシー、ブランデーの世界大会でトップ10入ってたりとか、結構カクテルも強いですよね。そうですね、おかげさまでカンパリ社のカクテルコンペでグレングラントを使ったカクテルで、そうですね、優勝日本でさせていただいて、そこからヘネシーのカクテルコンペで去年ですかね、去年の12月は、パリで行われたファイナルで、トップ10で終わってしまったんですけども、はい、カクテルの方もそうですね、またウイスキペリアさんとかでもそうですね、ウイスキーベースのカクテルっていうのをやらせていただいてるんですけども、カクテルを本当に頑張っていきたいです皆さんと。やっぱりカクテルもそうなんですよ、静谷色だけじゃ正直間に合いません、はい、皆様のお力が必要です、はい。やっぱりそれぞれ得意分野とかジャンルってあるじゃないですか、はい。僕は例えばウイスキーを使ったものが得意とさせていただいてるんですけども、いろんなノウハウをお持ちの皆様もいらっしゃると思います、はい。ですのでぜひですね、共同開発をして、その中でディスカッションを重ねて、これは本当に素晴らしいっていうカクテルをそれぞれのウイスキーサロンで提供していくっていう形も取っていきたいなっていうふうに思います。カクテルコンペとかも社内でやっちゃってもいいかもしれないですよね。それはだいぶ増えたので、ね、増えてきたら厳密に言うと従業員の皆様が増えてきたらですよね。優勝された暁にはそれを全国のウイスキーサロンで飲めるような形にしていきたいなって思いますね、そこは意欲的にやっていきたいんですけども、いかんせんどれぐらいかな、10店舗は欲しいですね。
じゃないとですので皆様よろしくお願いいたしますというね話ですかね。よろしくお願いします、はい、うん、ぜひあのコンペションもやっていきたいと思います。はい、まあ、あとはあのもちろんのことなんですけども、そのイベントっていうのはやっていきたいですよね。加盟いただく皆様 の, そのウイスキーサロンで、まあ、メーカーさんとつなげていきますので、そこでイベントをやったりとかセミナーをやったりとかやっていきたいなと思ってます。ゲストバーテンダーとかもめちゃめちゃやっていきたいですよね。ゲストバーテンダーもやっていきたいですね、うん、はい、なので、まあ、例えばですよ、あの福岡天神ウイスキーサロンのバーテンダーさんと新築ウイスキーサロンのバーテンダーさんがチェンジでちょっとゲストイベントやってみるとか、はい、そういうのもありだと思いますよね。なぜかというと、バーテンダーっていうその職業から一つちょっと難しいところっていうのがあるんですよ。まあ共感いただける方も中にはいらっしゃるかなとは思うんですけども、まあこれ何かというと、バーテンダーってどっかのバーで就職をしたら基本はそこでまあ頑張るんですよ。で基本はそのバーの中から見る景色っていうのを何年もまあ修行されたりとか、オーナーになれた暁には変わらずやっぱりあのそこからの景色っていうのが、まあこれがやっぱりあの一つの美学で、あの待つ文化だったりとかして、あのかっこよさもあるんですけども、ただ一方であのいろんなそのカウンターに立ちたいっていうバーテンダーさんもいらっしゃると思うんですよね。で現状そのいろんなカウンターに立つためには可能性は2つしかないと思ってます。1つはゲストでいろんな、まあ、店舗さんに呼んでいただいてそこでカクテルとかを振る舞うか、もう1つはもう転職です、はい、しかないと思います。まあもう1つはどんどん自分でお店を作っていくっていうのは、それ1つあるかもしれないですけども、なのでかなり厳しいんですよね。ただグループ内でいろんなカウンターに立てることによって、もしかしたらその新鮮な景色だったりとか新しい刺激を得たいっていうその、まあ、従業員の方がいらっしゃった場合に、そこでそういったあの問題っていうのは解消できるのかなと思うんですよ。あの退社のそのリスクっていうのも防げるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。おそらくいろんなところで刺激を受けて、いろんなそのある種のそのオーナー様のやり方でしたりとか、あの指導を受けることによっていろんな学びにもなるので、それはまあ一つのメリットではないかなと、はい、思っておりますね。キビアな話をしてしまいましたが、もうガンガンそのゲストとしていろんな現場に立ってもらって、レベルを上げてもらって、いろんなお客様に会ってもらって磨いてもらうという、みんなでレベルアップしていきましょうっていう、そういう話ですね。あとはこれできるか分かんないんですけど、サキグラスの開発とかも多少携われたりとかってするんですかね。やっていきたいですね。今ちょうどあるのが、まあ、つぼみグラスですけれども、このフォルムを変えるっていうのは結構なかなか難しいことなんですけども、デザインに関してはぜひあのご意見をいただきたいなっていうふうに考えてますね。ぜひそこはあのやっていきましょう。はい、サキグラスに関しては今後あの今日でもやっていきたいと思ってますので、ぜひですね、お知恵をいただければと思います。もちろんあのウイスキーサロンで、こちらのサキグラスシリーズは、取り扱っていただけたら嬉しいなと思っておりますね。今回のフランチャイズでシアさんはどんなサポートをしてくれますかね。いろいろ考えてます。まずでも一番の加盟いただける皆様の懸念点っていうのは加盟金とかだと思うんですよね。初期投資どんだけかかるんだろうっていうのがやっぱり何らかなり一番大変なことだと思うんですよね。そこはやっぱりあの僕もお店を2店舗直営で出店しているので、すごい分かります。加盟金に関しては構築中といいますか、今考えているんですね。で11月の1日に、発表させていただきたいと思ってるんですけども、まずはそのネックである初期投資ですよね。そこをまあ一緒に手伝っていきたいなと思います。はい、これあのどんな方法かというと、ズバリあのクラウドファンディングです。はい、で今まであのクラウドファンディング、そうですね、計4回5回とやってるんですけども、全部あの目標額は皆様のおかげをもちまして達成させていただいております。新規お店がまあ、オープンするのとするよりも前ですかね、前の段階で、新規オープンに際してクラウドファンディングを立ち上げたいと思ってます。はい、でリターンの内容っていうのも今ちょっとあの検討してるんですけども、まあ、ちょっといろいろやります。例えばですけども、まあ、あのプレオープン参加券でしたりとか、でそれに際してはあの僕もゲストでちょっとお邪魔したりとか、サキグラスシリーズで、まあ、そのリターンをやってみたりとかで、であのこれをやることによって、あの通常そのフランチャイズって2年後回収とか3年後回収とかっていうのが結構多いんですよ、割と。まあそれちょっと調べていただければと思うんですけども、一方で、まあ、その最初にそのオープンする前にクラウドファンディングをすることによって、なるべく初期回収を一気に
ガッと、まあ、やってしまおうじゃないかと、まあ、全部が全部回収できるかどうかはちょっとそれはやってみないと分かんないんですけども、少しでもその負担を減らすのお手伝いができればと思っています。でクラウドファンディングは最初の初期投資額回収だけではなくですね、最初にファンを作るっていう、まあ、そういった働き方系もできると思うんですよ。なのでグランドオープンの折にはもうすでに支援していただいた、まあ、お客様が、まあ、多少ないとも常連になっていただける、まあ、お越しいただくという、まあ、そういったなんかメリットは一つあるんじゃないかなと思います。ですので、初期投資額の短縮化というか、まあ、そのサポートですよね、回収に至ってのと、あとは初期段階で、まあ、ある種のそのブーストがかけられると、まあ、それに関してはちょっとサポートできることかなというふうに考えております。あとは求人ですね。日々いろんな SNS を発信していく中で、特に最近多い TikTok ですね。 TikTok のそのコメント欄で本当に若い子たちが、若い子って言っちゃっていいのかな、将来バーテンダーになりたいですと、で二十歳になったらその静谷姉さんのバーに一番最初に行きたいですっていうコメントがめちゃめちゃあるんですよ。ウイスキーサロンに加盟した、まあ暁には加盟していただいた暁にはその求人の方もブーストをかけて、お手伝いをさせていただければと思います。まあ、例えば、ウイスキーサロン沖縄店ができましたと、で、沖縄店が発足しましたんでバーテンダーになりたい方を募集しておりますみたいな、そういった、求人に関わるサポートっていうのは、まあ、X も含めですね、 YouTube もそうですね、はい、TikTok でも、やっていきたいなっていうふうに考えております。でそれに付随してなんですけども、 SNS での告知ももちろんのことをさせていただきたいと思っております。どこどこのお店が出店なので皆様よろしくお願いしますみたいな、そういったサポートっていうのはさせていただきたいなと思っておりますし、またですね、実際に僕のそのこの YouTube にも、ぜひオーナーの方には出ていただいて告知をしていただければと思います。またはその適宜ですね、その、まあ、先ほどと重複しますけども、まあグランドオープンでしたりとか、そういった、重要なポイントでのそのゲストシフトで、お伺いをさせていただいて、盛り上げさせていただくっていうことも、お手伝いをさせていただきたいと思います。例えばウイスキーサロン〇〇店で、じゃあこのウイスキーを使ったイベントやりますよと、カクテルのイベントやりますっていう時って、例えばそのイベントのノウハウがないじゃないですか、うん、そういう時って教えていただけるもんなんですかね。もちろんまずはメーカーさんをつなげさせていただきます。はい、でご協力をしていただくところまで、やらせていただいて、でセミナーのそのノウハウに関しては、まあ、お伝えできるんじゃないかなと。まあ、もしかしたらそこにちょっと僕もちょっとお邪魔するケースもあるかもしれないですし、ウイスキーサロン新宿店のメンバーが誰か携わってサポートさせていただくっていうことは もちろんのこと多分にやっていきたいと思いますし、むしろやっていきたいと思います。できれば YouTube とかもね、希少なセミナーシーンなんで撮らせていただいたりとか、まあいろんな角度でサポートさせていただきたいなと思いますね。うんうん、例えばじゃあバーテンダー経験がない加盟される方もいらっしゃるわけじゃないですか、うんうん、その方に対してじゃあカクテルレシピとかどうしたらいいのってなると思うんですけど、うんうんうん、そういうのってもう教えていただけるんですかね。そうですね、はい、まず研修期間っていうのを設けます。でその日数に関してはちょっと今検討中です。はい、で研修というのはここの、新宿ウイスキーサロンで行わせていただきます。でそこで、カクテルのスキルっていうのは、培っていただいて、カクテルのレシピに関しては提供します。なので今新宿ウイスキーサロンで出しているカクテルのレシピも全て提供するので、それを作れるところまでしっかりと、レクチャーをさせていただきたいと思ってます。質問の内容がその静谷さんはどういうサポートをしていただけるんですかっていうことだったと思うんですけども、まあこのあたりはまあもちろんのことっていう感じなんですけども、まあ実際にスタートしてみて皆様のリクエストをいただきたいなと思いますね。まあちょっとやってみないとわからないことっていうのはあると思うんですよ。重複しますが、一人ではできないけどもみんなだったらできるっていう考えがある方はぜひですね、たくさんリクエストしていただきたいですね。これやりたかったんだけどできねえんだよなみたいな、これちょっと静谷と組んだら、または他のオーナーさんと組んだらできるんじゃねえみたいな、そういうのガンガンリクエストしてほしいですね。はい、一緒に作っていきましょう。はい、ウイスキーサロン〇〇店ができるとして店舗名ってどうなるんですかね。原則ウイスキーサロンプラス地名で考えてます。まあ、例えばウイスキーサロン天神店とか、うん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 、ウイスキーサロン天神かとかで考えてるんですが、既存のそのバーをウイスキーサロンにする際にそれがなんか地名になってしまったらやっぱりね、悲しいじゃないですか。それはやっぱり私もバーリベとウイスキーサロンを直営でやってオーナーとしてやっぱりその遺伝子とか歴史がなくなってしまうことっていうのが一番悲しいですし、また常連のお客様にとっても悲しいことだと思うんですよね。ですので天神にバーリベットってお店があるとします。でそのバーリベットさんがウイスキーサロンに
ちょっと変えていきたいですってなった時は、ウイスキーサロンリベットみたいな、その元々のそのバーのその遺伝子歴史を残すために、その名前は、付けさせていただくことは相談によってちょっと決めていきたいなっていうふうに思います。はい、やっぱりお客さんが悲しむよね。それは本当に痛いほど、あ、なくなっちゃったんだったって、なると ね一番はそのオーナー様、店長様、従業員の皆様が、心が痛む部分もあると思いますので、その店舗名に関しましては、ウイスキーサロンプラス、既存の店舗様のお名前を付けさせていただくということはちょっと相談していきましょう。はい、でまたはクラフトディスラインの皆様もそうですね、ちょうど天神の話が出たので、仮にですけども、同じ福岡県の新道上位長様でしたら、仮にですよ、ウイスキーサロン天神ではなく、ウイスキーサロン新道とか、例えばですよ、はい、そういった形で、名前は要相談かなっていうふうに、考えております。一番は今までのルーツでしたりとか、遺伝子でしたりとか、歴史だったりとかっていうのをこれからも永続させていくっていうことは、僕は守っていきたいなって思います。はい、フランチャイズの詳しい話っていうのをお聞きしたいんですけど、シアさんにダイレクトにメッセージしていいんですかね。そうですね、結構業界の皆様、僕の LINE でしたりとか、Facebook とかつながれている方もたくさんいらっしゃるんですけども、お問い合わせに関しましては、ロイヤルマイルの、お問い合わせフォームを概要欄に添付しておきますので、そちらから、お問い合わせをいただければと思います。どんなに親しい方でもそちらからお問い合わせを、はい、よろしくお願いします。ここまで、ウイスキーサロンのフランチャイズ展開についてお話をさせていただきました。加盟する、その利点ですかねに関しましては、ちょっとお話ししきれなかった部分もたくさんありますし、まだ本部を構築中ですので、まずはですね、概要欄の方にその利点について、まとめた資料の方を添付させていただきますので、そちらをチェックしていただければと思います。で、本当に詳しい詳細に関しましては、11月1日、公開を予定しております。最後にですね、やはり私一人では業界を盛り上げて、バーテンダーを、なりたい職業をトップ10に入れることっていうのはなかなか厳しい状況です。はい、ですので同じようにですね、一人ではちょっと難しいけども、そういった志のある仲間がいれば、この夢は叶えられるんじゃないかっていう方にぜひ来ていただきたいなっていうふうに思っております。長い動画となりましたが、今回は終了とさせていただきます。動画お付き合いいただきましてありがとうございました。